こんにちは、三蔵です。今回はご家族に不幸があった時の場合、ご逝去から四十九日までの間にやるべきことをお話しさせていただきたいと思います。お先にざっくりとまとめるとね、逝去から安置、準備から訃報、納棺から通夜、葬儀から火葬、火葬後の手続きと四十九日で解説します。今生の別れは辛いものですが、不老不死なんていうのはこの世にないんですね。誰しも人生に幕を下ろす時が必ず来ます。大好きな家族を送らないといけない、涙に暮れていてもね、遺族としてしなければいけないことが山積みです。縁起でもないと考えず、家族のため、自分のため、頭の片隅に入れておいたらいかがですか。ご興味を持っていただけた方は画面右下にある三蔵のアイコンをポチッと押してくださいね。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになります。ぜひ最後までお付き合いください。亡くなって最初にすべきことは、ズバリ死亡診断書を受け取ること。病院で亡くなると医師が発行してくれますが、もし自宅で息を引き取った場合、直ちに主治医や119番に連絡しましょう。注意せなあかんのはね、検視が済むまでご遺体に触れないこと。検視が終わったら死亡診断書を受け取って大切に保管してください。ご遺体の搬送や死亡届の提出の時に必要な書類やからね、絶対になくしたらあきまへん。病院なら亡くなるとすぐ霊安室に運ばれます。そこにいられる時間は限られています。きつい病院ではね、2時間以内に遺体の搬出をお願いしますと言うてくるところもあります。遺族はすごく慌てます。ですから早急に遺体を搬出せねばなりません。葬儀屋さんに連絡しましょう。葬儀社が手配してくれる寝台車で安置所まで搬送することになります。安置場所はね、ご家庭によっては様々ですけど、一旦自宅に戻りはる人も多いですね。ご遺体を安置したら、どうやって故人をお見送りするか、葬儀の形式も決めます。通夜と葬儀を執り行う従来の一般葬、ご家族でしめやかにお見送りする家族葬、式はせず火葬場でお別れする直葬、それぞれ内容、料金も各社によって違いがございます。家庭の事情で決めていくのがいいでしょうね。その際は宗教の確認も忘れないでくださいね。喪主を誰にするかを決めて、通夜葬儀の日程と場所を決めていきます。時期によって火葬場が混んでいてすぐにできないことも多々ございます。そのあたりは葬儀屋さんにお願いすることがスムーズに運んでいくと思います。葬儀屋さんに頼んだら代行してくれますよ。あれこれ頼んでいるとね、費用が膨らんで後で困ったという話をよく聞きます。葬儀屋さんに予算を伝えておくのも必要ですね。それが済んだら近しい人から順番に訃報を知らせ、葬儀の日程を案内します。参列を断りするならそれもちゃんとお伝えしておきましょうね。遺影の準備、弔辞の依頼、通夜と葬儀の役割分担、慌ただしくなる前に決めておくと安心ですね。納棺前には湯棺をして個人の体を清めます。それが済んだら髭や産毛を剃って死に化粧を施し、死に装束に着替えます。綺麗になったらご遺体を棺に納めます。個人の愛用品や思い出の品を一緒に入れるときは火葬で燃やせるものでないといけません。金属類や陶器類は NG。弔問客が参列するまでに式場に入りましょう。受付は香典を預かったり誘導したりと思った以上に忙しいものです。途中でトイレに行きたくなることもありますんで、2人以上で対応する方がいいと思います。式中は遺族も司会者の指示に従って動きます。焼香の案内も式場の担当者にお任せするのが一般的ですね。式の終わりは喪主の挨拶、参列してくれたお礼を伝え、通夜振る舞い、翌日の葬儀の案内をします。この通夜振る舞いっていうのはね、通夜が終わった時に参列者に振る舞う食事のことです。個人と最後の食事ということで、遺族と参列者が思い出を語らいながら個人を偲びます。
参列する側の話でありますけどもね、ツヤ振る舞いのマナーのまとめを以前にアップしています。ご興味があればぜひ確認してみてください。個人と過ごす最後の時間です。悲しみに暮れる間もなく、参列者への挨拶や担当者との連絡などで忙しくなることを想定しておいてください。葬儀の焼香は通夜と違って血縁の濃い順からと決まっています。宗教者が退場したら閉式です。式が済んだら出棺の準備に移り、遺族や親族、親しい方々が棺に花を納めて個人の冥福を祈ります。お別れが終わりますと出棺、個人は霊柩車で火葬場へ向かいます。火葬には火葬許可証がいります。これがないと火葬してくれません。着いたらすぐに担当者に渡しましょう。死亡届の提出を葬儀屋さんにお願いしている場合は、火葬許可証の提出も代行していただけるのがどんどです。炉に納める前に炉前でお別れをします。焼香と合掌をして見送ります。火葬の時間は1時間半ぐらいと思ってください。火葬が終わると遺骨を骨壺に納めます。最初に歯を入れて、その後は足から順番に遺骨を拾い上げていきます。最後に喉仏を納めて頭蓋骨で蓋をします。火葬したら遺骨や遺灰を自宅に安置します。浄土真宗の場合は白木の遺灰はありますけども、その後の遺灰はございません。生去から7日目に初7日法要を行います。これが正式なんですが、最近は遺族や親族の負担を考慮してか、火葬をすぐに初7日法要をする人も増えています。葬儀の当日やったら葬儀屋さんが段取りしてくれるんでね、遺族の負担を軽減したいと、そういう理由もよくわかりますけれども、ただ僧侶の身からすると、法要の意味を軽視した式中初七日はやめてほしいのが本音です。理由は別の動画でも解説していますので、よければそちらもご覧ください。概要欄に載せておきます。初七日法要の後に料理を振る舞うのが精進落としです。お世話になった方々への感謝と葬儀のお礼を伝える場でもあります。もしや遺族は末席に座り、感謝を示すために全ての席を回りましょう。食事が済んだら模試から参列者へ挨拶をします。ここでね、気をつけたいのは意味言葉、不幸が続くことを連想するような、続く、次に、追ってでとか、不幸が重なることを連想する言葉、例えばくれぐれも、次々に、いろいろと、などがこれにあたります。挨拶が済んだらひとまず3回です。葬儀が終わってもね、遺族にはすることが山積みです。個人が年金を受給していたら、その停止をする手続きが必要です。死亡後も年金を受け取っていたら、そのお金は返さなあきません。早い目に手続きを済ませましょう。国民年金なら2週間、厚生年金の場合は10日が限度です。死亡届を出したら住民票は自動的に抹消されます。3人以上の世帯主の場合は世帯主変更届が必要になります。個人が65歳以上か、要介護認定を受けていたら、介護保険資格届を提出して介護保険被保険者証を返せなあきまへん。期限は亡くなってから2週間以内です。遺言書や相続関係でもいろいろ手続きがあるんやけど、それを説明したら長くなるんで今回は割愛します。また機会があればお話しします。個人が名義になっている電気、ガス、水道などの公共料金、インターネットや携帯電話も名義変更や解約の手続きをしてください。期限はないんですけどもね、できるだけ早めにした方がいいと思います。次にね、税金関係、年度の途中で納税者が亡くなった場合は、死亡した年の所得税を申告して納税しましょう。亡くなってから4ヶ月以内と決まっています。遺族年金とは遺族に支給される年金のことです。加入している年金制度によって呼び方はいろいろあります。請求の期限は亡くなった日から5年以内と決まっています。
命日から7日ごとに行う吉日法要と7日、二7日、三7日、順々に7日ごとに来て、最後が七7日です。いわゆる四十九日です。関西地域では満中院とも言います。個人の魂が旅立つ日と考えられています。参列者を招いて法要を営むのが一般的ですね。通夜や葬儀を営む当人は喪主と呼びますけど、法要を営む当を世主と呼びます。主な流れは通夜や葬儀とほぼ同じです。挨拶があって読経をしてもらってお焼香、この時に個人の遺骨をお墓に納めるようであればまだ儀式は続きます。四十九日法要やったらここまでです。通夜振る舞いや精進落としみたいに僧侶や参列者に残ってもらって食事を振る舞うおとぎもあります。四十九日までの流れはだいたいこんなもんです。もっと詳しく知りたい場合は概要欄に載せてるリンク記事を参考にしてください。今回は逝去から四十九日までの流れをお話ししました。近しい人が亡くなって一番辛いのは家族です。何も考えずに個人のことを考えたいと思いますけどね。せやけど個人を安心させるためにもきちんとやり通しましょうね。必要な手続きはちゃんと済ませてください。私が監修している真心間欠葬は火葬式でも正しい手順できちんとお見送りさせていただいてます。供養とセットになったプランもございます。概要をご覧いただいていつでもどこでもどんな時でも問い合わせてください。それと一つ申し上げたいとこがございます。お葬式の読経、お経も大事なんですけども、もっと大事なことは残された方がいかに幸せに生きていくかというお釈迦様の教えを伝える法話が大事なんです。ですから法話のないお葬式は私はお葬式だと思っていません。今通夜のないお葬式がどんどん増えています。一日葬、直葬ですが、間欠葬では直葬であっても法話がたっぷりと聞けます。これからも葬儀や仏事にまつわる知識を中心に皆さんの疑問の解消や日々の暮らしに役立つ情報を短く分かりやすく発信していきます。少しでも参考になったという方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。